平成22年10月12日火曜日、衆議院予算委員会に出席し、所信表明演説で挙げた社会保障の重要政策課題等について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、ヨルダン・ハシェミット王国のリファーイ首相と会談を行いました。会談では中東地域において穏健イスラム国として重要な地位を占めており、安保理改革や気候変動問題等広範な諸課題において協力できるヨルダンとの両国間のパートナーシップをさらに深めていきたいと述べました。13日水曜日、昨日に引き続き衆議院予算委員会に出席し、経済対策等について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、第1回となる元気な日本復活特別枠要望に関する評価会議に出席しました。元気な日本を復活するにふさわしい事業を厳選することはもとより、既存の予算を削減して大胆に予算を組み替えるという本来の趣旨に適応しているかという観点からも、特別枠要望と既存予算の要求全体を一体として把握した上で評価をしていただきたいと思います。その後、総理大臣官邸で2010年ノーベル化学賞を受賞した北海道大学の鈴木明名誉教授による表敬を受けました。14日木曜日、参議院予算委員会に出席し、外交等について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、インドネシア共和国のハッタ経済担当調整大臣による表敬を受けました。15日金曜日、昨日に引き続き参議院予算委員会に出席し、経済対策等について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、太平洋諸島フォーラム PIF のナタペイ議長をはじめとする16カ国地域の副首相外相らによる表敬を受けました。会談では、太平洋島嶼国は美しい自然に恵まれる一方、気候変動問題にも直面しており、日本としては積極的に支援していきたいと述べました。16日土曜日、東京国際空港で開催された東京国際空港再拡張事業共用記念祝賀会に出席し、祝辞を述べました。今回のこの D 滑走路の供用開始は、ある意味では我が国にとってオープンスカイの幕開けをと同時の大きな出来事だと思っております。このオープンスカイは日本にとって世界に向かっていろいろ動くと同時に、物と人と金を外国から日本に受け入れる、そして今ややもすれば日本の経済がこの20年間程度低迷を続けているわけですけれども、それを跳ね返して改めて新たな成長へのスタートにする、そういう私はきっかけになるのではないだろうかと、このように期待をいたしております。